は人間を創造されました。人間は神様に背き、悪魔の罠に引っかかってしまいました。なので私たちは皆イエス様の十字架を知らなければいけません。イエス様は私たちの罪のために死なれ、3日目によみがえられました。イエス様は全ての人を裁くためにまた戻ってこられ